あとあの新潮でね、はい、ちょっと面白かったのはね、新潮最近読み物系が結構充実してるんですけど、はい、日本人はマスクを外せなくなる。ああこれ、ね、顔学の第一人者が継承、隠すと楽でコミュニケーションに深刻異変、うん、東大名誉教授の原島博さんの寄稿ですけど、はい、これなかなかね面白いんですよ。そうですね、うん、日本人はマスクを外せなくなるだろうという予測なんですけど、うん、これ読んで、うん、読む前から僕も多分日本人ってマスク外さなくなりそうな気がするなと思ってたんですよね。俺はいつも最近会う人にあなたはいつマスク外すんですかと聞くわけですよ、はい、あるいはどういう状況になったら外すんですかと聞いても答えられないんで、はい、みんなね、あ、うん、なるほど。だからそのいやゼロになったら外すとかね、うん、そういうあれもなく、はい、ただいつまでもしてるわけで、はい、あんたいつ外すのと、うん、どうなったら外すのと、はい、答えられないですよ誰も。建物の中は、うん、どこのビルも、うん、マスクをしてくださいっていうのは張り紙でまずありますもんね。いまだに電車でも言ってるわけですよ、はい、そうですよね、マスクをして、はい、あまり話さないでください、はい、あれも早く読めるよ。そうもうだってこんだけ感染者少ないわけですから、しかももう窓開けてるからさ、はい、隙間作ってるから風がピューピュー吹いてさ、うん、別にそんなに危険じゃないんだよ、はい。結構放送でアンケート取ったりしてもマスクファン多いんですよ。ああそう、ずっとマスクしたいとか、うん、人多いですよ。だからその、はい、この前ほら紹介したように五木さんがエッセイでさ、はい、マスク渡したらなんか人前にパンツ脱いで出るみたいな気持ちになっちゃうって書いてて、うまいなって思いましたけど、はいはい、そこをうまくですね、はい、この先生がですね、これなんかうちでもこういう原稿載せたかったなと思うぐらいなんだけど、要するにですね、顔の一部を描く、要するになぜね、うん、そうなのかっていうことを言ってるんですけど、うん、よく未成年者なんかで目を隠すじゃない、はい、ね、写真を、犯罪した時とか、未成年のですね、はいはい、ね、目を隠すと、うん、それは目がその人が誰であるかを識別するパーツだからです、うん、じゃあ口とは何なのかと、うん、口は感情を伝えるパーツなんだと、うん、目は口ほどに物を言うとは言うもののやはり目だけで感情を表現することは難しく、より動かしやすい口の表情によって感情は伝わると。相手の感情を読むためには口元が大事になるわけです、うん、そうですね。神奈川県のある市役所で職員がマスクをつけたまま市民と接していたところ、コミュニケーションがうまくいかなかったためにマスクはしたままであるものの、その職員がマスクを外した時の顔写真を胸に貼って対応することにしたと。それは報じられましたね。なるほどね、うん、すると市民からの評判が良くなった、うん、このエピソードはその人の顔を知っていることがいかに大事かを物語っています。顔が分かっていれば実際に応対する時にマスクをつけていてもある程度その人の表情や感情の想像がつくと。例えば交番に貼ってある指名手配の顔、あれはみんな極悪人に見えますねと、はい、確かに見えんだよ、うん、それはその人を悪い人だと思って見ているからです、はい。しかし同じ人の写真がノーベル賞受賞者としてテレビで紹介されたらどうでしょうか。おそらくちょっと癖が強いけどやはり普通の人とは違って個性的だなと思うはずです、はい、よくも悪くも情報によって顔の見え方が変わる。つまり人は目と同時に脳で顔を見ているのです、うん、マスクをつけた状態の顔しか分からない人については悪い人あるいはノーベル賞受賞者と言われてもベースとなる目で見た顔情報が少ないので、うん、脳で見ようがない。このようにマスクで口を隠すことは人柄を想像しながら行うコミュニケーションに大いに影響を及ぼすと、はい、よくないんだと、うん、高名な人類学者のエドワード・T・ホールさんがですね、対人距離の4分類というのがあって、はい、1つ目は密接距離、うん、0.0 から45メートルほどでの距離で親子や恋人などごく親しい人に許される距離。2つ目は個体距離、0.45 から 1.2 メートルくらいで親しい友人などと話すときに取る距離であり相手の表情を読み取ることができます。3つ目は社会距離で 1.2 から 3.5 メートル程度、ビジネスの場などで取る距離です。そして4つ目が公共距離、講演会などでの演者と聴衆との距離がこれに当たります。ところがですね、コロナ禍で求められているソーシャルディスタンスは社会距離、つまり 1.2 から 3.5 メートル離れと、うん、取る距離と同じことになる、うん、2メートル以上離れていれば相手が急にナイフを取り出してきても自衛が可能です、うん、しかし本来友達などとは相手の表情感情を感じ取れる個体距離で接していたわけで、ソーシャルディスタンスはこの個体距離を禁じていると、う
これは有識問題をはらんでいます、はい、うん、そうですね。コミュニケーションが今の若い人って下手だって言われてるのに、うん、さらに下手になるんじゃないか、うん、っていう気はしますよね。このマスクコミュニケーション、さまざまな問題がある。日本と事情が異なり多民族で共生している地域が多い欧米では、同じ民族なんだから分かるだろうは通用せず、表情を大げさにすることで自らの意思をしっかりと伝えることが求められる。そのため表情の鍵となるマスクはみんなが嫌うんだと。あ、外国では、うで、ね、うん、はい、日本はでも、まあ、単一民族だからさ、はい、別に大体そのなんとなく分かるわけですよ、はい、表情が。で、会話をするときに相手のどこを見るかという研究データでも、欧米人は口を見ると、うん、だからさっき言った後に裸体を見るような気恥ずかしさを感じるのかもしれないいやでもすでにこういう状況に若い人なってるっていう話があるみたいですよ。だって大学に受かった人が最初からコロナだと同級生の顔を2年ぐらい見てないわけですよ。あ、まあ、そうだな。だから目しか見てないわけですから、うんうん、同級生の顔を覚えてない人とかもいるわけですよ、はい、はい、このね、原島先生の身長の機構は非常に面白かった。そうですね、うん、はい、これぜひ読んでいただきたいですけどね、はい、面白いですよこれ、うん、そうなんだよな、うん、だからあと子供、まあ、小学生とか幼稚園生とかは、うん、もう本当大人との顔の表情で、うん、自分の感情の表現とかを覚えるから、うん、脳の発達自体も遅くなるんじゃないかっていうふうに、はい、うん、そうかね、話、そういうレポートも出てましたね、はい、これは文春だったかな、はい、これも確かによくわかんないんだよな、マリアカラスな、マリアカラスじゃない、マスカラスとかさ、あ、ミルマスカラスに勲章を与えられたと、はい、そうですね、今頃になってな、はい、なんかわかんないよね、意味わかんないですね、意味わかんない、はい、でもこれは70歳を越さないと叙勲できないからっていうことがあるらしいんですけど、あ、そうですね、でなんかよくわかんない、なんでもらった方も戸惑うだろうね、はい、うん、これは本当官僚の悪しき、そうだね、はい、少し考えるべきだよなよくわかんないな、勝手に送るんですかね、日本に呼ぶんですか、ね、呼ぶのかな、それミルマスカラスなんてもう、うん、マスクもうずいぶん難しいよね、そうですよね、だって本人かどうかも分かんないですよ、かっこよかったけどな、はい、マスクかぶってるわけですからそうね、はい、分かんないよね、誰が来てもな、誰が来てもわかんない、誰が来ても分かんない、はい、危ないな、それな、そうです、はい誰も顔を知らない設定ですからね、あ、まあそうだよね、はい、関係者以外は、そうだね、はい、それは確かに危ない、ね、陛下に合わせていいのかと、そう、はい、それはありますね、うん、なんで今頃わかんないよ、オリビア・ニュートン・ジョンにも渡してます、うん、はい、あとこのニュートン・ジョンのイカゲーム、どうですか、はい、イカゲーム、イカゲームは僕は全部は見てないですけど、途中までしか見てないですけど、まあ面白いよ、やっぱり僕なんか全然見たことない、いやでもやっぱゾクゾクする設定ですよね、ですか、でも日本の漫画の、うん、パクリというか、うん、いいとこやっぱ掴んでやってますよね、あ、そう、そう、設定とかそういう世界観とかをまたちょっとアレンジしてね、うん、いい感じにやってますよね、うん、はい、やっぱこれ日本はやっぱ映画界がテレビと結託して芸能事務所とそれでダメにしなってるから、うん、だってね、韓国から世界的な映画が出たり、そうなんだよ、アーティストが出たりとかになっちゃってて、そうそう、うん、日本が出せないっていうのは、うん、本当なんかその不思議だよね、やっぱテレビと芸能事務所の、うん、あと電波のね、独占体制が、うん、1億というマーケットで安住していいっていう形になってるからでしょうね、うんうん、はい、だって日本の漫画の要素を韓国側が利用して世界でヒットしてるわけですからね、本当にもったいない話だなと思いますよ、うんうん、はい、モチーフはもともと日本の方にあるんですよね、はい、